お家帰ってきて、もうゴロッ、もう、うーって、してて、ご飯食べて、んで、そんで、お風呂入って、で、さっきヨーグルト食べた。ちょっと、なんか、ヨーグルト足りてないなって思って。でも、もう賞味期限切れてるんじゃないかっていうような、ちょっと腐りかけのヨーグルトだから、ちょっと明日が心配。めっちゃ面白い。ね、今日ブルームーン。引っ越ししたらさ、もう絶対さ、壁汚い、なんかべちょべちょになったりするんじゃないかな。もういいやって。宮古先生、金魚ありがとう。でも、引っ越すならもうさ、めっちゃ綺麗なお家に住むからねーだ。うん。急に、石。え、月綺麗だったでしょ？ちょっともうね、疲れちゃったから、もう眠っちゃうぐらい。人生方向一さん、かき氷の旗ありがとう。配信もちろんさせて。星野が綺麗だよって。イケボや。お月様より。ヒー様、星の花火、人生方向一さんも星の花火ありがとう。え、ギリギリセーフだったでしょ。やすくんお疲れありがとう。ぼやっきーさん、星花火ありがとう。人生方向一さん、星花火、ヒー様お疲れありがとう。でも明日は何時に朝配信しよっかな。あのパッキングもしたい。もう今日は寝るから。私立ち位置を覚えて。立ち位置がさ、今日でまたちょっとだけ、あの、変更があったりしたからさ。だからちょっと、また確認しないといけない。覚え直すって言ったらあれだけど。記憶を定かにする。人生方向一さん、星並び。ありがとう。明日はね、そんなよ。でも、7時1時間でパッキングできるんだったら7時半とかに朝配信したいけど。準備配信、ほんと久々の。人生方向一さん、星七尾、みきやくん、ハートありがとう。配信見てくれてありがとう。え、あし、今日はスーパーブルームーンなんだ。ブルームーンじゃないんだ。福ちゃん、星七尾ありがとう。人生方向一さんもありがとう。ソニーちゃん、ソニチもありがとう。お疲れ様やで、みんな、ほんま。人生方向にさん、福ちゃんありがとう。かき氷は間違って押してもうた。で、トトロだよね。トトロ、めっちゃトトロじゃなかった？福ちゃん、猫坊やさん、ありがとう。金魚ちゃん。リコちゃん、頑張ったから明日は大丈夫。優しい。福ちゃん、星花火、サボタラ猫さん、花火。今日も本当にお疲れさん、偉い？お日様コーヒーさん、福ちゃんありがとう。やすくん、花火ありがとう。みんなに早くタワーのお礼とかしたい。何、首疲れるって。はーしゃん、はーさん、福ちゃんありがとう。トトロ見えた？福ちゃんありがとう。明日も頑張ろうね。明日渋谷行く。はー、楽しみ。人生方向音さん、一条ひかるさん、猫坊やさん、やすくんもありがとう。ハッキングやないよ、パッキング。例えばメイク落としとかさ、そういうの持っていかなきゃ。みきやくん、やすくん、カバン職人配信する。明日は本当に頑張ってミニマリストになるからね。やすくん、ひーさま、やすくんありがとう。みんな私の配信見てくれてありがとう。420分後やって、やばいじゃん。6672、おーと7時間。やすくん、かぜさん、お疲れありがとうって、ありがとうね。福ちゃんもありがとう。お水の、東京のお水って、でも確かに水道水、ホテルの水道水とかあんま飲まない方がいいっていうよね。やまさんありがとう。はしもちゃんありがとう。やっと、昨日の朝、ゲットレディウィズ R、久々の GRWR する。カメラ天才すぎて、え、ほんと？え、上手だったよね、なんかさ。青色さが分かったよね。え、可愛いよね、このシール。こんな感じ。これ私の寝る時の視界。でもなんか発光シールもところどころ貼ってるのよ、こことか。で、それで電気消したらピカッて光るから、ちょっとお星様みたい。
パリーズさんありがとう。え、わかる、明日新しいグッズさ出てるじゃん。だからさ、みんな売り切れてて買えなかったとかの人ぜひゲットしてほしい。マスベイさんありがとう。小人さんもありがとう。渋谷行くよ。ゆうきこいとも、花金魚ちゃんありがとう。ナウマン出たって、かなりナウマンだったよ。もうリコちゃん今はもうお布団にゴロンってしてる。明日のツアー超楽しみ。え、もう絶対ミニマリストで行くから。福ちゃんありがとう。明日も日帰りなん。いやー、さすがにお泊まりの道具を持っていかないと。さすがにさ日帰りだったらかなりハードスケジュールじゃない。レンさん、ダベダベ所長ありがとう。ミネラルウォーター、え、そうだよ、いい夢見られるこれ。福ちゃん、あ、でも確かに、え、でも確かに、あのショールームイベントの期間の時以外はちゃんと悪夢見てない。てかこのアングリーム、私さ今さクマがすごいんだよ。だからさ、ちょっと困ってる。温めたら治るかな。ひいさま、なべなべ所長ありがとう。天井にいたずらした、あたし寝落ちできちゃう。本当に目覚ましはとりあえず7時には起きようで、7時半ぐらいに配信したいね。でちょっと計算しないと、明日家出る時間とか。福ちゃん星ありがとう。ミニストップ絶対行くけ、遠くたって行く。歩いて20分以内だったら私は行くで。この前も言ってたもんね。お疲れ様、あ、間に合ってくれてありがとう。え、お誕生日なの。バンジャラモンスターさんお誕生日おめでとう、イエーイ、すごい。8月30日、なんかぴったりな日だね。目の下にショッポンって、クマとショッポン覚えとるの面白い。福ちゃんありがとう。星花火、そう、広島に、え、コメダ、わかる、コメダさ、それな、コメダさ、秋の美味しいさメニュー出るよね、楽しみ。お誕生日おめでとうだ。今さ、私さここ3日間ずっとマスクつけてさリハーサルしてたからさ、ちょっとほっぺにさブツブツいっぱいできちゃって、ちょっと悲しいの。それもあって今日は映せないようにしてる。橋本ちゃんありがとう。福ちゃんもありがとうね。なんかみんな素敵な一年になるといい。みんなも優しいね、おめでとうって言ってくれてね。まあまあミニスどうあるやろ。コメダ何、被害者の会どうしたん。何、コメダに何されたの。コメダ最高。そうね、保湿してお薬も塗ってあげる。コメダのかき氷大盛りだよね。え、あれやばい、大盛りすぎてやばいよね。私ほんとミニにしてよかった。バージョンモンスターさんありがとう、ありがとう。本当にもうね、なんか眠でも明日もう移動の時間もう寝すぎるからサービス良すぎるもんで。それな、コメダさ私すごい好き、豪華だし、なんかわかんないけど店内とか清潔感あって好き。ハトさんありがとう。花火、うーん、暑いんだ渋谷。なんかさ2日目の服とか持っていかん、行きたくないけど行かないといけんよね。福ちゃんありがとう。でも私絶対新幹線とか移動するときは絶対にあのバスでもあのパーカー持っていくの必須。包まれてると安心感あるし、割となんか車内の冷房ってね冷たい。ひいさんもお疲れ。おりちゃん星花火ありがとう。ゆうきこいとも星花火ありがとう。そう、ジャージのパーカー、ジャージの、もうあと6分でみんなと話せるの終わっちゃうの。いやー、そんな、八恋によろしくね。え、明日くだ、こ、く、来てくれる方は本当気をつけて来てね。
でもなんかさ、10月、ん ?9 月か。9月さ、結構みんなに会いに行けるフェスとかが多くて、すごい嬉しい。10日とか18日とかさ。水色と黄色いっぱい振って。渋谷ジャックする。ジェラピケ着てるよ。スヌーピーのジェラピケ。ジェラピケ、夏用のジェラピケはスヌーピーとパンダちゃん持ってる。ピース。もうね、あとは出し切るのみや。福ちゃん、ありがとう。寝坊で調子崩すとかあるから気をつけて。ありがとう、優しいね。ツーデスさん、カズさん、ありがとう。水色と黄色ポリポリしてね。あ、9月10日楽しみ。あ、ほんと、え、明日行きます。最高じゃないか。さ、一個お茶ないか。新幹線寝るとき、でもどうしようかなと思って。上の何、座目標見てねって。上の席、え、いっぱい見るよ。上の席見る。2階席新幹線車内販売。でももう車内販売しないようにする。あ、確かに喉守るためにマスクね。10日18もチケ取ったよって嬉しい。なんか普段さ、広島とかで公演してるからさ、関東のみんなには会いに行けてなかった、会いに行けないよみたいな感じになってたと思うけど、今度はね、関東のみんなにも会いに行けるから嬉しい。逆に広島のみんなはまた今度やねって感じ。広島とか瀬戸内側のみんなはまた今度やでって感じ。え、でももちろん遠出しようかなって。遠足気分の方はぜひ。ツーデスさん、ありがとう。ね、東京会えるのめっちゃ嬉しい。しかも池袋で無料だからさ、9月10日は。やっぽ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 ー。3回も見るね、もちろん。明日も会えるの嬉しいな。明日のためにちょっと歌の練習またしておこう。京木さんがさ、私のダンス見ていいじゃんって言ってくれた。嬉しかった。眉毛がこんななる。あ、あと脱色しました。脱色したよ。ちょいちょい東京行けるの嬉しい。ポさんから褒めの、え、もうこの時間だ。みんなと話すのってあっという間ね。話すとあっという間だね。じゃあまずはちょっと壇上の方をね、お呼びいたそうと思うわ。39位から、たかゆきさん、ソニーさん、はじもちゃん、ポムさん、こびとさん、いしちゃん、あきぴさん、もびさん、ようくん、大好き、かんずき、ばたろんさん、しておちのひさまさん、まにょち、うしろんさん、ふぉゆーさん、お推しのメンバータオル見つけるね。ただちーさん、わたあめさん、ゆうき、バディーズさん、ひなととろさん、ぼやっきーさん、なりとなしん、お疲れ様。なっちゃん、こんこん、くにちゃん、さんそんさん、しーめんさん、かずさん、おひさまおじさん、こちらの月も綺麗ですよ。あ、一緒のお月さんは綺麗って。かかたペンギンさん、まりゅ、渡辺さん、猫坊やさん、のりみおさん。あ、変わっちゃった。じゃあもう一回13位からの読むね。渡辺さん、ズーデスさん、猫坊やさん、ホワイト相性 21% 泣き、シーメンスさん、のりみおさん、ジュノラゴさん、カズさん、ヒー様、あ、カズ先生、ヒー様、ナビの飯所長、そして本日の泣き持ち先生役は、あ、間違えた、カズ先生、そして本日のメルヘンチェンジ。第3位は人生方向地さんでした。ありがとう。第2位はヤスくんでした。ヤスくん、ありがとう。そして第1位は福ちゃんでした。福ちゃん、ありがとう。ね、間違えちゃった、カズ先生ね。明日会おうね。そう、大木さんすごい褒めてくださって嬉しい。ゆきまるさん、ありがとう。だから明日もみんなにいいじゃんって言ってもらえるようなパフォーマンスできるように頑張るね。あ、258日ギリギリだけど継続ありがとうございます。今日はちょっと疲れちゃってこんな感じになっちゃいましたが、明日はねしっかり朝配信できるように頑張る。頑張って早起きするので、また予約入れるね。ああ、カズさんファイトって、小型ペンギンさんもファイトって、ありがとう。優しい。ギリギリ継続できてよかった。遅いのにみんなも
見てくれてありがとう。明日も健やかに行きましょう。それでは行きますよ。せーの、えいえい、おー、健やかに。成田のし、お疲れってありがとう。みんなおやすみなさい。みんな頑張ろうね。予約してたら見てね。にゃんにゃん。ちょちょこ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 ちょ。おやすみみんな。